ちなみに今の稽古を追いつけずに踏み込み足やるっていうのはどういう狙いで？足さばきですよね。足さばきの練習で、でウォーミングアップの時に、前僕は中学校におって、中学校におった時にあの駅伝とかやったんですよ。陸上とかいろいろ指導するので、で、あの全国大会に優勝して、県で優勝して全国大会に行きよったんですけど、その時のウォーミングアップをずっと見とって、このブラジル体操のこの最初のこのステップをやったんですね。初めて見ましたのに、手を叩きながら。ああ、だから普通はこうブラジル体操でのサッカーとか、あんな競技でこう結構ウォーミングアップやるんですけど、それをこう見とって、ああ、結構足、剣道の足に使えないかな、ウォーミングアップ。で、まあこの手も、このタイミングを合わせるのはちょうど剣道に合ってるかな。それからちょっとアレンジして、こういって、